スーパーマリオ 3D。はい、それではスーパーマリオ 3D ワールドパート5やっていきたいと思います。続きからでござる。はいはいはい。さあ今日はじゃあ前回ルイージ使ったからレイディーでいきましょうか。ピーチゴー。イエーイ。ピーチ、あ、ピーチ捕まってるわけじゃないんだろうな。おかわいい猫ピーチ、かわいい。あ、前回これカジノ行こうかとか言ってたんだっけ。じゃあまあいいや、ここやってみよう。行ってみよう。当たって砕けろ。くるくる回転変幻。これってキャラの選択でこの面はやりやすいとかやりづらいとかありそうだよね。うわうわ、なんかちょっと難しいぞ。なんか可愛いなこれ、クリボー。ほらピーチのお尻ザボム。いいね、ピーチお尻ザボム。あ、可愛いこれ。ピーチも可愛いし、クリボーも可愛い。ピーチのお尻ザボムいいなぁ。あ、え、あ、あ、あ、てかあれか、これ猫だから普通に攻撃できる。このね、猫は絶対にもう、あの、お調子いいじゃん。この猫を失わずしていきたいんだ、絶対に。アングルを変えたい。あー、なんか 3D ワールドっていうらしくなってきたね。もう 3D になってきた、ほんとに。やったら 3D です。あ、あ、難しい。いやー、マリオホッとするわ。マリオホッとする。あ、こっちから行けばいいのか、これ。あ、そういう手があったんだ。おー、めっちゃ 3D。 ていうか今度これほんとに聖金とかマスオさん呼んでみんなでやりたい。これ絶対楽しい、みんなでやったら。分かりきったことかもしんないけど。あ、べべべべ、クリボーかわいいな、お前ら。やべやべやべ、やべ、ちょっと待ってよ、ちょっとゆっくりしすぎだな、これ。間違いなくゆっくりしすぎだ。え、なにこれ、野球ボール。え、なにこの野球ボール。え、なにこれ。うわ、わわわわわわわ、クリボーに投げちゃっていいのかな。あー、あ、クリボー早い。あ、あ、いや、これ絶対、あ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 、落ちちゃうよ。クリボーを無視していこう。ん？これどっからなんか使うんだろう、間違いなく。ん？うわぁ。魚の、よし。あぁ！いや、結構ストックがあるぞ。あ、それもう中間地点。素晴らしい。いや、これまだ持ってかなきゃいけないの、このボール。それともこれ持ってかなくてもいけるとか。うわぁ！あ、赤ちゃんみたいなのが出てきた。あ、絶対あの野球ボール持ってくとどっかでスターだよ、これ。うわー、金やろ。やべ、野球ボールどこ行ったかな。クリボーでびっくりしてどっか投げちゃった。おお、すげえ 3D だ。うわ、あ、怖い。ここ怖いぞ。でもここなんか視界目に入って、おお、危ねえ。なんもないのかい。あの野球ボール、あ、野球ボールある。僕はこの野球ボールちょっと信じます。もう必ずこれがないとスターがゲットできないところが来そうな予感なんです。あのクリボーの子供たちかわいいな。そう、この持ってく手間を考え、あ、あ、お前ジャンプ、あ、あ、あ、よし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 、ナイスナイス。あれ、これ持ってけんのかな、これ。あ、あん、あん、あんな苦労したのに。おおおおおおお、ジャンピン、ちょ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 、ごめん。ん、なんか怪しいぞこれ。なんでまず上と下があるんだ。ん、ん、あ、ん、ん、まあいいや、ここ怪しいだろ。え、今なんか、なんか空中歩けんの、ピーチ。なんか、え、お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 、知らなかった。おお、かわいい。ピーチ捕
使っていこうかな、これから。まあマリオだからな、マリオも使いたいんだけど。あぶね、あぶね。おおー、なんだこれ。ここは、あ、ここスターありそう、スターありそうやな。あ、野球ボール。え、なにこれ。あ、危ね。これ手前側って落ちないのかな。来んなよお前は。え、これ何だったの。なんかある、これ。うわ、絶対これなんかするとスターじゃん。わかんない。あ、音程があるぞ。お、あ、色がなんか揃うと。ちょっと意味がそこまで分かってないのに運よく出たぞ。おお、2個目だ。それもこれいける、珍しくいけるぞ。いっつも全然ダメなのにいけそうだ。これであと1個見つければもう。よし、すげえ。これこれ強いよ、歩けるの。あれ、これでゴールじゃないよね、まさか。なんか嫌な予感だな。どこにあったの。今の2個目でしょ。え？なんか難しくなってきたな、やっぱり。いや、操作とかステージの難しさじゃなくて、どこにあったんだ？よっしゃー！まあ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 。僕にしちゃ上出来な方かな。もう一個行きたいね。もう一個行きたい。もう一つ行こう。クリボーマン？クリボーマン？コース開始の赤い画面で B を押すとキャラクター変更できます。え？マジ？キャラクターごとにジャンプ力、足の速さが違います。知ってる知ってる。ルイージはジャンプが高いけど、ちょっとなんかポワーンとしてるね。そっか。でもピーチがいい、とりあえず。これなんなのこれ。クリボーおじさん、クリボーおじさんなんすか。当選棒デカクリボン、クリボン、クリボン。うでか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 くり、でかくり、でかくり。え、あ、でか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 。これ二人でやれたらなんか弱そうだなこれ。あー、でっけ。お、やった。あ、なんだ、ここでも一個ゲットできるんだ。わー、ピーチかわいい。ピーチ癒されるわ。ピーチ使おっかな、ほんと。ピーチ使いのヒカキンになろうかな。ピーチかわいいわ。ピーチお尻ザボムいいわ。いいね、いいね。クリボー、クリボーも使えたらいいのにな。おかしいか。お、なんか次の面なんか、明らかにピーチっぽい面だよ。てか、これキノコとかあるんだけど、これ。まあいいや。よし、今日はここクリアするまでやろう。ダブルチェリー峠。これ絶対ピーチでしょ。ここでキャラ変えられたんだな。おお、サクランボル。ピーチ。え、え、なんだ、ダブルってるぞ。おい、お尻座ダブルボム。いくぞクリボー、幸せだなお前は。ピーチのお尻座ダブルボムをくらえて。お尻座ダブルボム。え、なんか、え、離れちゃったよ。え、あ、こうやってると寄ってくる。え、離れちゃうんだけど。なんだこれ、不思議だな。なんかこれ一人でやってても二人でやってる気分になるよ。あー、これは取んなくていいか。ふぅ、怖い怖い、落ちそうで怖い。え、おバラバラになる、バラバラになるなって。おい、どっちが何を動いてんだ。わかんない。複雑だよこれ。ちょっと撮ってみよっか、ちょっと試しに。じゃあ、おセクシー。あ、花を燃やしてる。なんて残酷なピーチ姫。お、平凡にスター、平凡。お、まさかの3人。うわ、使いづれ。あ、よし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 。うっ、すげえ。3人でやれんの、やば。
うわあ、こういうことか。おら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 、すげえ。このブリキ、ブリキくん、あれ一匹やられた、一匹やられた、いやー、え、二匹やられた、やばい。三人もいたのにもう一匹。あ、ピンチ走んの遅い。あ、これはどっちでもいいのか。ピーチは走んの遅いわ。空飛べるっていうあれで代わりに走んのが遅いんだな。あ、またダブルだ。あ、おおおお、あー、なんて難しいんだこの2匹の操作。もう双子になった気分だ。ほら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 、あ、またチェリー持っとる、チェリー持っとる、チェリー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 、ウーフー、チェリー、また3体になった。お、うお、4体ってことは、さっきやられなければもうこれ6体になってたってこと。すげえ、お、すげえ、みんなで取ってる、みんなで取ってる。ふう、あれあれあれ、1匹足りてなくね、足りてる。あれ、なんだこれ、スパイヤー。あ、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 なんかいっぱいいる理由が分かってきたよ、ちょっと。あ、あ、あ、あー、難しい。ドイツがどんなの、もう一匹あっち行っちゃうし、あー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 あああえ、あ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 、え、え、あ、ここでよかったの。え、待って、え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 、これゴールの旗でしょ。え、めっちゃ見逃しとるやん。あ、でもあれ、そのなんか減ってない、ちょっとさっきノコノコにやられた。おお早く、おこれ4って何なの。え、まさかなんかこれ、え、まさか4匹でお尻ボムやるとここなんか出るとかじゃないよね。うっ、うっ、おお、わお、やった、ちょっと嬉しい。あ、ってことはそういうのあったのかな、他にも。違うか、でもさすがに2個もないか。すげえ、4人、4人で、4人で、おー、まぶ、4人で勝利をつかみ取るぞ、おい。4人で勝利をつかみ取るんだぞ、ほら。ちゃんとまとまって、はい。第1ピーチ、第2ピーチ、第3ピーチ、第4ピーチ、いくぞ。はぁー、ファイヤー、よし、1匹になってるし。気持ちいいぞ。今日気持ちいいじゃん。フォー、ピーチいいね。平和。ルイージよりマリオよりも、さらにこのゲーム平和に感じるよ。両方とも2つずつゲットできたね、今日はね。うわー、ヘルメット妖精いたー。黄色で可愛いわ。そしてじゃ次回もうヘルメット妖精。ちなみにこれ何個で入れるんだろう、このボスは。あー、入っちゃう、入っちゃう、やめとこう。これ入れちゃうね、多分ね。じゃあ次回クッパのボス行きたいと思います。今回パート5だったんですが、パート1からパート4を見てないという方いましたら、この動画の概要にパート1からの再生リストのリンク貼っておきますので、ぜひぜひご覧ください。ヒカキンゲームズチャンネル、まだチャンネル登録していないという方いましたら、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。 PC の方はこちらのボタンをクリック、スマートフォン、タブレットからご覧の方は画面の下のチャンネル登録ボタンからよろしくお願いします。それではパート5でお会いしましょう。バイ。